皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショーです。大物 YouTuber ヒカルさんが、この間の有馬記念1000万かけましたよね。はい。で、外れて、残念な結果になってたんですけど、なんと明日もう一戦 G1 があります。そちらの方にも1000万をかけると今日の動画でそれの発表がありました。一応自分もこの間、ちょっとなんですけど、ちょっとかけてやったんですけど、残念な結果で、ヒカルさんがするってことを今日言われたので、自分もちょっとまたちょっとですけどかけてみたいと思います。それでヒカルさんが予想したやつに、乗っかってみようかと思います。ヒカルさんは、データを見て、予想されてました。で、自分も、データを見たりするんですけど、なかなかうまくそれができてないので、もうどうせ今年最後だし、もう乗っかってしまおうかと、もうおんぶしてもらおうかと思いまして、ヒカルさんの、予想したやつに乗っかって買ってみたいと思います。